MG 小太郎とエールマサの笑う角にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日も今日はね、はいはい、ドラえもんの話です。お、ドラえもん、ドラえもんで、はい、人気のキャラっていうと誰だと思う？あ、主要メンバーのドラえもんって、ドラえもん人気のキャラで言ったらのび太とか、まあ、ジャイアンスまあ、静香ちゃんとかほぼレギュラーなんですよね、うんうん、まあ、今まさくんも言ってくれましたけど、うん、まさにその通りでね、うん、そのドラえもんの中で人気のキャラっていうと大体その人が上がるわけ、まあまあメンバーで、うん、人気のないキャラっていうのがいるわけ。人気のないキャラ、人気のないキャラ、もう今まさくんの名前にも上がらなかった。あ、本当、分かんないな。ドラえもんで出てくる主要人物の中で、うん、一番人気がない人っていうのは、うん、その人が分かると、うん、その幸せに生きる秘訣が分かる。へえ、分かるんですか？分かるよ、そのキャラ分かるよ俺は誰だと思ってるんだっていう感じでしたけどど、人気のない、でも出てるんですよね、集団割と。出てる、みんな知ってる、みんな知ってるけど、だから名前が出ないわけ。あ、なるほど、ね、それ人気ないから。あ、そっかそっか。みんなドラえもんのキャラで出てくるんだけど、知ってるんだけど、人気、好きなキャラはっていうと、絶対名前が上がらない人が一人いるわけ。あ、そう。絶対名前が上がらない人いる。誰ですかね。出来すぎくん。あ、なるほどね。確かにレギュラーですよね。出来すぎくんって顔もいいわけ。確かに。ドラえもん史上一番イケメンなの。そうですね。で、欠点がないわけ。確かに。で、勉強できてスポーツがいいわけ。確かに。もう性格もいいし。全部いいわけ。確かに。いいことだけですね。全部いいんだけど、うん、人気だけがない。そっか。つまり、欠点がない人って、共感ポイントがないから人気が出ない、ね。そっか。てか、好きでも嫌いでもないかもしれない。そうなんですよ。逆にき、何し、普通、なんか分かん、個性がないぐらいの感じになるんですか？個性はないわけじゃないけど、印象に残らない。欠点が、うん、その、愛嬌と共感を生むから、欠点がない人って、その、いてもいなくても空気みたいなね。そうか、共感したところ確かにそうですね、うん。思いとか、なんか、シンパシーっていうかね、親近感とか。だからその、はいはい、これは実は、うん、その、俺の一番大好きな漫画のスラムダンクのね、うん、作者の井上雄彦さんもおっしゃってて、うん、はいはい、魅力的なキャラクターを作るのに、うん、絶対に必要なのは欠点だ、うん、なるほど、だから、うん、全てのキャラ主要キャラクターに欠点を持たせてるって井上雄彦さんは書いてあったわけ、うん、そっか、うん、魅力的なキャラクターを思うと思ったら、うん、欠点を持たせるの。なるほど、言われてみるとそうですね。なんかスラムダンクのいわゆるメンバーを並べてみると、そうで、うん、俺ね、うん、で全部そのこれを読んだ時に、うん、スラムダンク好きだから、うん、主要メンバーの全員の欠点のを探してったわけ、うん、そしたら見事にあるわけ、はいはいはい、例えば、はい、あの主人公の花道くんっていうのは、はいはい、めちゃくちゃセンスがあるんだけど、うん、経験がないわけ。そうですね、確かに経験がない、初心者ですね、初心者、うん、始めたばっかり、そうですね、経験がない、うん、でそのライバルの、ルカワくんはめちゃめちゃイケメンで、うん、バスケットセンスめちゃくちゃあって、うん、まあ、2年生だから経験もあるんだけど、うん、体力がない。そうだ、確かにね、体力すぐ変えられる。そうですね、そう。すぐ変えられる。物語でもそれがね、出てきましたね。だいたい9秒ぐらいしか持ってない。いや、早いな。バスケ、それエースなんですね。じゃガラスのエースすぎますよ。9秒ぐらいしか。9秒1分、何本打てるかな、シュート。ちょっと、だいぶ、コートに入るまで8秒くらい、6秒くらい使うけど。9秒で20点くらい。どうやってやるんだろう、どうやってやるんだろう。ルールがわかんないんだ。バスケのルールが変わりましたね。9秒で20点。20点取っちゃう。スーパーエースって。まあ、スーパーエースって。まあまあ言ってます。でも体力がないんですね。主人公のライバル。はい、だけど、でも、まあ、いわゆる超エースですよね。うん、そうそう。で、あともう一人、宮城くんっていうね、うん、すっごいすばしっこい人がいる。そうですね。ポイントカード。で、バスケって、俊敏性が大事だから。確かに。すごい切り込めるんですよ、うん、素晴らしっこいから。そうですね、ポイントカードね、そうそう、すごい、パス持たせてね、そう、うん、もうリス並みに素晴らしっこいの。いや早い、リスはでもイメージはそんな感じですよね。リス、メンバーの中で言ったらリス的なことです。それぐらい速さですもんね。でも、うん、背がめっちゃ小さいの。そうなんですね。で、バスケって身長高い人が有利なスポーツだから。確かに。その宮城くんは身長が小さいわけ。確かに。160代でしたよね、うん、確か。
170だったからしたけど、うん、118センチ。いやいや、リスではないけど、あ、スラムダンクそういう漫画でした。9秒でしか出れない人で118センチでバスケやるの。あの肩に乗るから。大体多いですよね、肩に乗る人ね。リスじゃん、そしたら。118で肩に乗る人、乗せる人が逆にでかすぎるから、ね。時々手のひらにも乗る。乗せる人がでかすぎる。巨人の話なのかな。前も出てきたけどね、そのゆくだり。ちょっと僕の知ってるスラムダンクじゃないな、それ。まあいいや。で、はい、あとは、はいはい、あの三井くんとか三井くんはすごく、うん、あのセンスもあるし、うん、いわゆる中学 MVP ですもんね。でも、うん、グレちゃってそうなんですよね、うん、やってない期間がねグレちゃってやってない期間、うん、ヤンキーになってねヤンキーになって、うん、それがまた後からね、うん、ブランクかってだったりであと赤木くんキャプテンキャプテンねで人望がある、うん、人望があるし背もでかい経験もあるし、うん、センスもある、うん、赤木くん、うんでも赤木くんはちょっと欠点探しにくかったの。ああ、なるほど。人望もあるしキャプテンだし、うんね、センスもあるし精神的一周だしね、うん、でも、うん、顔が悪いゴリって言われてますもんねイケメンではないですよねあの中ではゴリはそっくりだよくいじられてますもんね漫画の中でも、うん、ゴリはそっくり確かにゴリって言われてますからね顔がゴリはそっくり、うん、顔ごついですよねなんか で、うん、俺ずっとそのね、はいはい、魅力的な人物は必ず欠点を持たせるって書いてあったから、ね、全部俺探してったら文字通り欠点が探せたわけあ本当に作者面白いぐらい欠点を持たせてるななるほどねそうでもね、うん、探せない欠点がね、うん、探せない人が一人いたの、うん、あのスラムダンクにも、うん、あいましたっけで俺は実はその選手一番好きだったからあ選手でそう仙道選手って193センチぐらいねえ確かにでしかも言ったら俺と同じぐらいじゃあでかいな僕もそしたらでかいことになっちゃうけど、まあ、トントンぐらいと思ったけど身長190超えてて、はい、顔がめちゃめちゃイケメンなのでしかもエースでね、うん、で髪の毛もめっちゃ張りがあるわけそう確かにすごい立ってる張りめっちゃあるわけキューティクルめっちゃある、ね、そうあるあるで、うん、そこで急に髪の毛かじって体力も経験もセンスも全部あるわけ。全国区ですよね、いわゆる。うん、しかも、うん、その個人プレーで自分で切り込んでいくこともできるし、うん、周りを生かすチームプレーもできる、うん。オールラウンダーだ。オールラウンドプレーヤー。だからもうバスケコートの上では無敵ですよね、言ったら。オールラウンドプレーヤー。うん、彼は何が欠点なんだろうと思ったら、うん。なるほど、確かに。わかった。お研究した結果、うんうん、分かりました。キューティクルもありますからね。うん、髪型まで見て分かんなかったの、うん。どこ出たんですかね。運がない。なるほどね。運が悪い。確かに。仙道選手はね、運が悪い。そっか。全国行ってないですもんね。ここぞっていうと試合で必ず負ける。確か。確かにね。持ってないっていうか、唯一、そっかそっか。いいよく気づきましたねそれはね、うん、研究したんですよだいぶでこれは実はその、うん、歴史小説で有名な司馬太郎さんも同じこと言ってて、はいはい、その歴史上の人物を魅力的に描く際に、うん、欠点が必ず必要だって言ってる、うん、なるほどね本当に同じだよねそう人間関係まさにあ同じなんですねそうだから欠点がないと出来すぎくん効果になっちゃう、うん、そうかそうか誰も思い出さない、うん、いるかいないかも、うん、あいたそういえばいたっていう好きなキャラ人気キャラに必ず入ってこないそうか印象に残らない、ね、どんなにいいとこがあっても、うん、だからその作家の森沢清さんはね、うん、キャラクターを、うん、その魅力的なキャラクターにするのに、うん、右手に武器を持たせてあげて、うん、左手に欠点を持たせてあげる、うん、あかっこいいですね、うん、またその言い方があ、まあ、そういうふうには言ってなくてあそうなんですか森沢さんは、はい武器と欠点を持たせるって言ったんだけど、はいはい、ちょっと俺がアレンジして今かっこよく、まあ、ごめん自分かっこいいこと言ったみたいなでもさすがですね、まあ、かっこよかったのは俺なんだそういうことやそれ言わなくてよかったなんで急に俺がって出てきたでもかっこよかったですよあのすごく伝わりましたね。そうですくしくもかっこいいって言っちゃいましたすごい嬉しそうですから。でもそうですね。それが僕らさ、うん、漢字の本一緒に書いて、ああ、そうですね。一緒に漢字幸せ読本っていう本とさ、漢字セラピーって2冊、ね、まさくんと僕、漢字図で書いてるけど、はいはい、その中で欠点って、うん、あなたに欠かせない点と書いて欠点なんですね。そうですね。読み、そこではね、紐解いてますからね。というわけで、確かに。あなたの欠点こそ、うん、人は長所で尊敬されるけど短所で愛されるから、うん、そのグリーンズ聞いてる、ねうん、人たちってもう欠点だらけだと思うんですよ、うん、いやいやまあ僕らもまず欠点だらけですからね言ったそれまさにパズルと同じなんですねグリーンズ聞いてる時点で相当、はい、だいぶね、はい、社会に馴染んでない適
合者の、そうなの、うん、社会不適合者の人が聞いてるの。だって、いやそんなことない、社会不適合者で送り、多く、はい、まあ、まだ、そもそも僕らがね、うん、そもそも不適合。そうそうそう、でも、ある意味、不適合者が新しい時代を作っていきますからね。そうそうそう。うん、そういう意味では不適合者でありたいなと思いますけど。うん、まあそういう意味でね、はいはい、その聞いてくれてる人も本当ね、うん、欠点が200個ぐらいあるような。そんなね。人たちが聞いてくださってると思うんですよ。言い方ね。でもそれはあなたに欠かせない点で。まあまあそうです。逆に魅力ですね。共感ポイントだと。うん、そんだけ魅力があるってことね。はい、200もあったらいろんなところで繋がれますね。そうだね。うん。パズルと一緒ですね。パズルと一緒で、うん。あなたのへっこんでる部分が誰かを生かしてくれてるってこと。ありがとうございます。ありがとうございます。それで、ちょっとおしやかに言いましたけど。というわけで、エールマサの笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました。ありがとうございます。